直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで11月に入りましてね、あっという間に今年も残すところ2ヶ月というところになりましてね、11月に入るといよいよ始まりましたね。 DVD のイベントツアー PS151A もスタートしたということでね、終わったところ終わってないところもありますけどもね、これから行く皆さんもぜひ楽しみにしてていただきたいなと思いますけども、さあ今週はですね、まあメンバーをお呼びしてのっていうですね、月間だったわけですね、先月からね、今週は4週目ということで、あのお二人に来ていただいております。この後すぐ登場していただきますのでお楽しみに。すごい緊張してんだよ、なんか知んねえけど片っぽがまあ多分どっちだか分かると思いますけどもね。さあそんなこんなでね、そんな雰囲気もね全部丸ごとお届けしてみたいと思います。それでは高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。直澄のトラブルメーカー。それでは本日のゲストご紹介しましょう。本日はですね、ダンサーくくりでお呼びしました、ダンサーのマサ、そしてダンサーのリョウタロウのお二人です。ダンサーのリョウタロウです、よろしくお願いします。ダンサーのマサです、よろしくお願いしますね、まあ、知らない人のために一応ちゃんと言いましょうか、はい、ね、マサは本当は何？僕はほとんどは顔です成分の話じゃねえわ顔の大きさは心の広さ、野中マサ雄一ですね、アレンジもね、数々のアレンジを手がけ、ね、はい、そして、今回の、僕のツアーの中ではバンマスをやり、はい、そしてキーボードをやり、はい、そして、マニピュレーターもやり、はい、ね、はい、顔の大きさ分仕事してるんです、ね、そして、涼太郎をダンサーとして参加してる、はい、よろしくお願いします。異色の組み合わせで、ね、本当にね、なぜ今日は直樹じゃないっていう ね、まあ、ね、はい、普通だったらダンサーの2人だよっていうね、はい、ところでお届けしようと思ってたんですけど、まあ、ダンサーの2人揃えても多分事故になるの、うん、あもうね、放送的な事故になると怖いので、ね、はい、今日はよく喋ってくれる保護者のマサと、はい、助かります、ありがとうございます。で、涼太郎とね、はい、お届けしていこうかなと思いますけど、はい、まあいろいろとね、お便りをいただいていたわけですけども、はい、ね、こちら埼玉のチコからね、まずね、はい、単刀直入に質問しちゃいます。 お二人がこの仕事に就いたきっかけ何ですか？ということで、ね、小さい頃はどんな習い事してましたか？お二人のルーツ教えてくださいってことね、聞いてます、はい、いつもニコニコバンドバンマス兼ムードメーカーのマサさん、先日小耳に挟んだのですが、ハッスーさんを弟子にしたとかしないとか、はいはい、音楽面でなくお笑い面でもメンバーをまとめていてさすがだと思いました、はい、ほんわかしたマサさんの雰囲気に癒されている人はナオさん以外にもいっぱいだと思います。またリョウタロウくんはダンサーなのであまりお声を聞いたことがないので、今日はいっぱい声を聞けるのを楽しみにしてます、はい、ちなみにジューシーお前そんな声じゃねえだろ、気持ち悪いよなんだよ、はい、穴から出てきたばかりのガマガエルみたいな、キリンですみたいなでキリンです、いい声するのはいいけど、あのマイクから遠ざかんのやめてくれるから、遠いからもうガチャガチャしてんなおめえガチャガチャしてんな黙ってても3人いるとクロストークになるからね、はい、本当にね本当にちなみにジューシーズの時仮面つけながら踊ってて苦しくはなかったですかっても聞いてくれてますね。あ、なるほどですね、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか、はい、マサはどうでしたか、習い事はどうでしたか？習い事僕 でもピアノやってましたね。ピアノやってたんだ、はい、小学校の時にやってて、うんうん、で中学校になって、うん、あの吹奏楽部やりたかったんですよ、はいはいはい、うん、でなんかサックスの先輩がかっこよくて、おで僕サックスをすごいやりたくて、管楽器ってかっこいいよね、かっこいいんですよ、うん、またねその男の先輩でイケメンなかっこいい先輩がこうソロとかを吹いてて、うん、すごいかっこいいと思って、うん、で吹奏楽部に入って僕サックスやりたいです、うん、って言ったら君は似合わないからやめなさいそれを何判断なの顔の大きさ、いやいやいや違うでしょうよ
そうなんだ。君チューバとかいいよとか言われて、まあ、体ね大きいとね、大きい楽器の方がね。そうなんですよ。で、うん、なんかそしたらそのパーカッションっていう打楽器をやる先輩が、うん、あのうちは、うん、あのみんな楽器買わないといけないでしょと、うん、で結構親御さん負担になるからね、はい、負担になるんだよと、うん、でうちはスティック買うだけで学校の楽器、まあそうだ、はい、大丈夫だからと、うんうん、だからうちだったら1000円だよって言われてじゃあじゃあサックスも断られちゃったし、はい、それで打楽器の打楽器やり始めたのが最初、パーカッション、はい、そっか、それで鍵盤とドラムなんだ。そうなんですよ、両方やり始めて、はい、そっか、そういうルーツがあるわけだね。ルーツがありますよ、はい、じゃああれだね、はい、あのその先輩がお前似合わないよサックスって言われなかったら、はい、鍵盤とサックスだったかもしれないんだね。鍵盤とサックスだったかもしれないですね、はい、じゃあタグちゃんの代わりにプップルプップルしてたかもしれない、プップルプップルしてたかもしれないです知れないね、知れないですよ、へー、はい、面白い、わかんないもんですよね、わかんないね人生ね、はい、え、りょうたろうはなんか習い事とかは。僕はでも習い事、なんか最初は、うん、あの空手をやりたくて、うん、それこそ親についてってもらって空手の見学に行ったんですけど、まあ結果としてやらせてもらえなくて、でそこでまあ時間経ってて、たまたまなんか某アーティストさんのライブを見に行くきっかけがあって、そこで初めて生物の歌とダンスを見る機会があって、そこで初めてなんかかっこいいなと思って、初めて自分でやりたいなっていうところでダンスをやるようになりました。自発的にというか惹かれてっていうところなんだね。そうですね、まさかそれまでダンスとかあんま興味なくて見たこともなかったんですけど、それをきっかけにやります、やってますね今も。まさかダンス始めたのはいつ？僕ダンス始めたのはダンス始めたのはダンスがな、ダンスが始まったのはいつですか？まささんは一昨年ぐらいでしたね今回、はい、まあ俺ダンサーダンサーって言ってるけど、まんざら嘘でもなくって、はいはいはい、そういう部分もあったりしたじゃん。あ、今回やりましたからね、いろいろね普通に踊ってましたからね。そうそう、そんな部分もあったりとか、まあそんな話はちょっとまた この後に知っていこうかなと思いますけどもね、はい、じゃあ、お面をつけながら、仮面をつけながら踊ったのは苦しくなかったですかっていうところはどうですか？あ、でも、うん、苦しいは苦しいんですけど、どちらかといえば視界の方が、うん、ちょっと見えづらくてっていうので、うんうんうん、でまたあのブラックライトを仮面に当てながら踊るっていうのが、うん、そういうところもちょっと難しかったりはするんですけど、特別お面をしてて苦しいということはなく、うんうん、そうですね、視界の方の方がちょっと気になってましたねまあね、踊りづらいよね、はい、俺だったら無理だわ、あれ呼吸苦しそうだもん。そうなんですよね、うん、あれね、ステージの横から先に仮面つけて待ってて、うん、わざとこう横から僕らだけ見えるとことかで照らしたりしてるんですよ脅かすっていう、ちょっとなんかいるけどみたいなすごいノリノリでこうそんなふざけてたの？いやいや、あの直樹くんがいないとか、いない人、いない人の悪口今日はこれ終わんねえな30分じゃ終わんねえなね、じゃあですね、続きましてですね、こちらは大阪市のキヨからいただいております、はい、マサさん、リョウタロウさん、トラボーです。トラボー、ついにバンマス様ご登場ですねマサさんは得意なジャンルはあるんでしょうか？ジャズだったりポップスだったり、それともマサさんって何でもいけちゃうのですか？得意なジャンル、うん、ギャグです音楽ではなく音楽はちょっとそんなに得意じゃない。あ、はい、知ってる、知ってたんだ、知ってて使ってくれてたらありがたい俺そこしか求めてないから、ね、じゃあギャグは採用されてるってことです得意ジャンルのギャグは採用されてるってことです。そうですね、マサさん面白いですからね。そうですね、はい、楽屋でね、はい、でもねギャグは習ったことない教えてくんねえからな、なかなかルーツがないんですけど。そうだ、ね、でも詳しいもんねお笑いね。あ、でも大好きです、ね、好きだよね、大好きです、本当にね、はい、だってもともとその野中雄一っていう名前でマサ要素が入ってないじゃん。そうそう、まあそうですね、それなのにマサっていうニックネームでずっとやってるには、はい、知ってた？聞いたことある？聞いたことあった、多分聞いたけど忘れてるよあんまり、ね、僕に興味ないですいや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 、あんまり興味ないです。マサはね、お笑いのね、そうなんですよ、トミーズマサさん に、うん、に結構もっと若い時はもっと似てて、うんうん、もう本当に学生の頃から普通にマサって呼ばれてたんですよねあだ名でね。そうなんです、うんうん、で野中って名前が意外に呼ばれづらくて、うん、みんな間違えて野本さんだったり中野さんだったりいらっしゃるんでみんな間違えて呼ばれるんでマサのがこう定着してきた。でも富津マサさんに似てるんでマサですって紹介するようになったら、うん、みんなマサって呼んでくれるようになったんで、じゃあもう名前全部マサってつけちゃおうっつってそれが由来なんですね、はい、そう、俺初めてマサに会ってこのサポートメンバーをお願いした時にね、はいはい、あの富津マサに似てるんでマサって呼んでくださいって言われて
ちょっとドン引き、ちょっとドン引きされました。初見でそのテンションで、ちょっと奈緒さんが後ろに下がってます。そうそうそう、よっかかったから壁あれなんか意外になんか引っ込み思案なのかな人見知りですから、ね続いてその後にもあります。そしてダンサーの涼太郎さん、かっこよかったです。アドリブでダンスを考えたりできるんですか？私は中学高校時に体育の授業で創作ダンスがありましたが非常に苦手でした。ダンスやってる人って手拍子するだけでかっこよくて、なぜこんなに違うのか、私にとってはとっても残念な授業でした、なるほどですね。わかるわ、アドリブわかるわ。アドリブコーナーはです、メンバー紹介のところですよね。 あれは完全にマサさんに生かされてただけであって、うん、僕もどちらかというと得意ではないんですけど、うん、褒められてます。あのちょっとね、はい、マサさんに生かされも殺されもしました。あ、なるほどいろいろあれ途中ちょっとディスられてますまあそうですね、ダンサーたるものはまあそうですね、アドリブが効かないとダメっていうようなこともあったりなかったりなんで、まあ必要ない。歯切れ悪いですね。言いたいことがあるのに言えてねえなんて感じだよね。まあ、 あの言ってしまうと、地方公演の部分のそのメンバー紹介のところで、まあ大体あの バンドのメンバーのところは同じことをやっていて、経験でね。でダンサーのところだけは毎回各会場ごとに、あ、そうですね、全部変えました。いろんなことをその本番ぶつけて、楽屋でこそこそ打ち合わせして本番臨むっていう、何来るか分かんないドキドキの中、ダンサーの2人はやってたっていう、まあアドリブで。ツアー期間中はもうマサさんのこと信用できてないですからね完全にあれね、すごい大変だったすごい、ねね、みんなも楽しまなくて、ね、お客さんも楽しめるようにしなきゃいけないし、あれ僕らもうギリギリまで全然決めてなかったんですよ、ね、それでもう今日何やるみたいな話をしてたんで、でまた涼太郎くんと直樹くんがちょっと楽屋で探ってくるわけですよ、今日はなんかこうどっちから行きますみたいな聞いてくるんですけど、あ、もう今日は全然もうかっこいいやつしかやんないからみたいなこと言っといて一番俺が、まあ、あの、はい、楽屋でこうこそって言う、何の曲がいいと思いますみたいな話をしててこそっと言ったのが、はい、前の曲多分あいつら全部忘れてるからバタフライとかやってみって言って、それ奈緒さんが言ったんですか？はい、僕が言ったんです。黒幕が前やった曲やってないねって言ってて、あ、でもそれなら踊れるしかっこよくできんじゃない。そんなにすごい聞いてきましたもんね、あの、涼太郎くんって昔やった曲とかってやっぱ覚えてんのみたいな一応確認してもらうとね、ただの会話で終わらせてたんですよ。そういうことだったら後に知ることになりましたけどね桜聴くの得意なんですよ僕。いや、はい、でその布石があっての音玉のねポイントでバタフライをやるっていうね、覚え出しとけよっていう俺のそうです、ね、メッセージです、はい、あれで思い出しとけよってことは1回目のバタフライは、うん、忘れて、あの飛びました飛びました、あのちゃんと飛ばせていただいたんで大丈夫です。忘れて、いやいやいや、あの他の話にしましょうじゃあ次のメールいきましょうか、困ってきたんでね、はい、そろそろ本性が出てきますからもうなんかそこそこちゃんと喋れますね。あ、そうです、喋れますね、まあ、ありがとうございます。最初の低い声のやつはもう忘れていただいてありがとうございますバカじゃない、まあこの共通点のない3人のトークってすごいね、はい、すごいですね散らかりっぱなし、ルーツの話でいろいろつながってるかもしれない。まあね、はい、そうだね、はい、音楽っていうところで一応ちょっとつながってた、はいはい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。じゃあ続いてのメールに行きましょう、はい、こちらはですね、愛知県の高見からいただきました、はい、全然関係ないお話でツアーにね、はい、マサさん、涼太郎さんの好きな料理は何ですか？好きな料理本当に関係ないまたツアー中各地で食べた美味しいものありましたか？あ、なるほどですね、聞いてくれてますね。各地で食べる料理美味しいんだよね。美味しいですね。地元のものとか、ね、ね、食べられるときはね、やっぱりこっちじゃどうしても、はい、どんなに輸入じゃないけど、うん、あの取り入れたにしても違うんですよね、うん、味がね。そうそうそう、あの店舗がね、支店がね、東京支店とかできたとしても、はい、そうなんですよ、味違うからね。向こうで食べる美味しさっていうのがやっぱりあって、あるあるある、うん、なんかそれを楽しむのはやっぱり楽しいですよね。そうだね。なんかこれといってすっごい美味しいなと思ったなんかありました？まあね、美味しいのはもう本当どこ行っても美味しかったけど、そうですよね、なんか今回ね浜松に行った時に、うん、なんかあのご当地だしと思ってで浜松行ったの久しぶりだったんですよ。でなんかこうじゃあどうしようかなと思って、うん、あじゃあもう浪松といえばうなぎだと思って、うんうん、で、うなぎ食べ行ったんですよ、うん、でうなぎ食べ行ったら、まあ、一応食べ行くんで、うん、みんなにメンバーに、うん、よかったら浜松だしうなぎ食べ行こうよ、行こうぜみたいな、で、はい、全員にメールしたんですよ、はい、誰からも帰ってこない一
一人ぼっちポツンロビーでポツンでしょうがないで一人でうなぎ食ってきました。切ない、切ないですね。そうなんだ、友達少ないてか賞味6人しかいないんだから仲良くしろや誰から前日にそういう話があったら多分いけたんですよね。そう、急だったんで。そう、当日行っちゃったんだよね、はい、そう。え、当日さ、だってショーと飲みに行ったとか言ってなかった？ってあんたと直樹と当日ですか？3人で、あの浜松で。え、小島翔さん、それがすげえ嬉しかったって先週言ってましたけど、あれが浜松でしたっけ？おめえ聞いてねえな。あれおかしいな、俺うなぎね、涙の味がしたよ。塩気きついな今日みたいな。塩気きついな。浜松のうなぎってしょっぺーな。しょっぺーなって涙の味がしたよ。それは失礼しました。飲み行ってたんだって。そう夜ですよね。夜あの、そうです、翔さんと飲み行きましょうって言って。そのメール俺んとこ来ねえな。なんでそうなったかの経緯は忘れたんですけど、そうです、一緒に飲み行きましょうって言って。居酒屋飲みに行きましたね。そうですか。いやいやいや、思ったよりボリュームがすごいことになったんで、はい、じゃあ後半またね、はい、あの、はい、ちょっとツアーの楽曲についてとかその辺は聞いていこうかなと思いますけど、あ、そうですね。はい、まあ、あの今週もこの2人に来ていただいてるのはもちろんそのね、12月6日に発売になりますライブ DVD、はい、ポイズン&ストロベリーツアーに参加してもらったということでね、うん、今週は来てもらってますけども、その発売のですね、イベントが決まってますんで、ね、そちらの告知を今回は25回箇所、ね、37ステージ、37ステージ2ヶ月まるまるやっております。で、東海ラジオお聞きの皆さんだけはですね、明日ね、はい、11月5日日曜日横浜アニメート横浜で、ね、こちら1回目が、13時からミニライブ&握手会、そして2回目が15時半からサイン&握手会ということでございます。はい、そして、11月11日土曜日北海道音楽どころ、こちらは13時からミニライブ&握手会、はい、そしてアニメが札幌パルコ展、こちらが16時からサイン&握手会、はいはい、さらに3ステージ目ですね、アニメート札幌店さんで、18時からサイン&握手会。じゃあ12日まで行っとこうかな、はいはい、11月12日日曜日仙台、銀座山の楽器仙台店12時からサイン&握手会、そしてアニメが仙台ロフト店15時からサイン&握手会、そしてタワーレコード仙台パルコ店で18時からミニライブ&握手会と、ね、さらにずっとね、年末、ね、はい、クリスマスまで続いていきますので、詳しくはホームページ見ていただいて、ね、詳しくはちょっと映っちゃったな。ちょっと映ってしまったな。ということでね、さあ、ということで今回の、じゃあこの DVD、 まあちゃんと映像は多分この2人はまだ見られてないので、こんなこと頑張ったから見てほしいなとか、そんな曲、じゃあ今日は亮太郎に聞いてみようかな。どんな、まあいろいろ今回いろいろ頑張ってもらってたけど、そうですね、今回は、うん、あの、まあ、あのお客さんとのその距離をちょっと詰めたいなっていうのが僕の中での結構全ツアー含めてのお客さんとの距離を詰めたいっていうのが頭にあったんで、はい、そういったところでやっぱり煽り曲であったりとか、まあそういうもので、特にお客さんと距離縮めるっていうのが頭にあったんで、僕はなんか例えばこれもう、あ、いいよ、例えばなんかプリズムとか、まあその辺でとか、まあ個人的に好きな曲がたくさんあったりとしても、思い入れのそういう曲っていうのはプリズムとかで、ジューシーズもやっぱさっきね、打ち合わせの時は言ってたからね。そうですね、ジューシーズとか、まあ演出の仕方であったりとか、まあ今までの、はい、ツアーにはなかったんで、そういうのがもう含めて好きなんですけど、僕はあのプリズムのイントロのとこの、おープリズムの、ああいうところでお客さんが笑顔で一緒に手を挙げてくれるっていう、三角形作ってくれてる、はいはいはい、うん、そういうところがすごい僕にはなんか印象的な曲にはなってます、ね、なるほど、はい、じゃあそんな曲を早速聴いていただこうかな。じゃあ亮太郎に曲紹介してもらおうかな。お、はい、そしたら、プリズムのライブバージョンで聴いてください。思い通り、ならない。
この夏の感動がよみがえる史上最大級のセットリスト、ナオズミ高橋アライブ2017ポイズン&ストロベリーツアーファイナル東京新宿ブレイズ公演がライブ DVD として12月6日発売。イベントも特典映像もすげえぞ。ポイスト DVD リリース記念オフ会、動いても声は入らないんでぜひ声を出して盛り上がっていただきたいと思います。今すげえ2人とも拳上げて乗ってくれてたんですけど声あんましゃべっちゃってたんで大丈夫はい、ということでね、じゃあちょっとツアーに関することなんかもね、聞いていこうかなと思いますが、こちら東京都杉並区富士子ですね、涼太郎くん、はい、元気いっぱいのダンスで直くんをかっこよくしてくれてありがとうございます。今日はすごい2人に挟まれていますが大丈夫ですか、怖くないですか。はい、正直怖いですボイブーツアーから3年すっかりチーム高橋に馴染んでいるダンサーズですが、今回のツアーでは涼太郎くんと何度も目が合ったような気がして客席も見てくれているんだなととても嬉しかったです。今回涼太郎くんが一番決まったなと思う曲や振り、会場はどこですか。個人的にはゴブゴブ中枢あたりの涼太郎くんの表情が好きです。あとついでにダンサーだからわかる高橋直澄のここがすごいあれば教えてください。まずここまで読んでおこうかな、はい、どこがしっかりできたって言われると、はい、うん、でもそれをちょっと言っちゃうと、じゃあ他にどっかがダメだなっていう風になるのでも特にいいから言えよ特にこいいから早くなんだよこのキャラメルみたいなネチャネチャしたを受け答えよ悪口言われたら困るから大丈夫。でもあのそれこそメンバー紹介のところの、うん、ところやっぱフリースタイルを踊ってるっていうのは、まあ、例えばナオさん の楽曲でもちょっと踊らない、うん、ちょっとジャンルが違ったようなジャンルも見せられる場所だったので、うんうん、その辺がちょっと、はい、アピールしてた、ね、はい、アピールしてましたね、はい、最終公演は乳首でしたもんね、ベーっとね。それはナオチ君じゃなかったでしたっけ、僕でしたっけ。自分でベアロー出してましたすいません、お見苦しいものを。乳首ダンサーでした乳首ダンサーです。お見苦しいものを。乳首ーズでした。乳首言い過ぎでしょじゃ続いてマサさん、はい、私はマサさんの笑顔と演奏が大好きで、アライブへの参加の理由は半分はマサさんに会うためだと言っても過言ではないくらいです。おっと言い過ぎでしょそれくらいアライブにも高橋直澄にもなくてはならない存在だなと思っています。ナオくんの口から、そしてバンマスキーボードマサと出てくるのをライブ中の紹介を含め毎回ドキドキして待ってます、はい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 、いつもニコニコで楽しそうに 時にかっこよく時にセクシーに演奏されているマサさんですが、セクシーセクシーあったかな、セクシーマサです。セクションはあったけどセクシーマ今回のポイストツアーでマサさんが DVD はここは聞いてここは見てと思うポイントはどこですか。バンマスでもありますのでツアーの総括もお聞きしたいです。うん、私がナオくんファンになったのはスマイルムーンツアーあたりなので、楽曲で区切るとがっつりマサさん世代。あら、マサさん世代。マサさん世代いらっしゃい、私の世代になります、はい、そんなマサさん世代の私としましてはざっくりカラーズから数えて8年経ちますし、あ、8年も経つんです ね今のお二人で、うん、曲を作ったらどんな感じになるのかななんて想像してしまうのですが、作っちゃいますか、作っちゃいますか、やっちゃいますかね、久しぶりにね、さあということで、はいはい、なんかありますか、ここを見てみたいな。ここを見てなんか、うん、まあね、編集でここを見てつもカットされてる可能性があるんだよね。確かに確かに、はい、ありますからね。そう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 、はい、ただ自分の中であるじゃん、はい、うん、ありますね。まあ、まあ、単純にバンマスとして言うんであれば、うんうん、今回はちょっとバン要は全体のセットリストの流れを見てほしいんですよね、うん、あもう今回そこ一番苦労して、うん、でなんかこうアルバムをパッと聞いた時に、はいはい、おこれ激しいのばっかだぞっていうのもあったりしてて、うん、じゃあこれをどうやってそのみんなに見せる時に、うん、そのライブとしてストーリーとして落とし込むかみたいなところを、うんうんうん、まあ、奈緒さんもうちに来てくださっていろいろ話したりしてたんですけど、うんうん、なんかそこ一番苦労して、そうだ ね、 そうね、曲感とかそう MC のところとかね、タイミングとか、うん、もうリハの最中もずっといろいろ変えたじゃないですか。そうだね、だからなんかこうそういうなんかところの苦労した流れは、皆さんはもちろん出来上がってるところを見てるので、そうだ、ね、はい、あれなんですけど、うん、その流れが結構僕の中では今回一番、はいはい、すごく大事な話それ、うんうん、そうなんですよ。だから、まあ、バンマスとしてはあのどの曲っていうよりは全体の流れを見てほしいかなっていうのはありますね、うん、そうだね、なんかこう
お客さんが一番こう気持ちよく乗っていけるような状況にこちらはこう提示してたり、ね、間を取ってたりしなきゃいけないからね、はい、もうちょっとした間でなんかこう楽しくなくなっちゃったりとか。そうなんだよ。北海道で、はい、あのジンボちゃんがバーンって間違えて入っちゃった時があって、はい、あの時の映像をこの間見たんだけど、はい、まさがもう寸での勢いでもうすぐ入ってていやいやいやそこもうちょっと開けないって思う。ジンボちゃん孤立孤立みたいな。いやああいう時もああいう時も必死に考えるんですよ。うバンマスとしてどうやってフォローしようとか、なんかこういろいろ考えるんですけど、あの時は無理だ。もう笑い起こってたからね。もうこれはもう面白くするしかないぞと。そうなんだよ。そうなんですよ。だからなんかそういうのもね面白いですよね。そうだ、今回はその DVD としましても、はい、その MC のところとかもやっぱり映像として見たときに、はい、より気持ちよくなるような編集をしてもらっているので、はい、よりそこは感じてもらえるかなって。そうそう、そこ楽しんでもらえると嬉しいかなって思います、はい、この間ね、はい、そう思ったのが、はい、要は、メンバー紹介の下りがあって、でポンポンキングまでバーッと、はいはい、あそこまでメンバー休みなくて、その後の MC でやっと水飲めるっていうところあるじゃん、はい、ね、そこの時に俺いきなり煽ってジンボちゃんとかバーンってそのままなかなかなっつってジンボちゃん水飲みながら慌てて朝もチューニングしながら出てくるみたいな。俺休ましてなかったんだ、反省反省って。メンバーもね、はい、非常に過酷な状況で、はい、体力勝負で僕も曲を出すのに、なんかこうシーケンスって要は後ろにバックで流れてるものをコンピューターで出してたりするので、うんうんうん、あのタイミングってじゃあ僕が出しますよって言って 0. 何秒で出るものじゃない。そうだね、はい、もちろん事前にいろいろ繋いだりとか準備してるものがあるんで、うんうん、でなんかこうじゃあ始めるぞって思った時に奈緒さんが水飲み始めちゃったりするとやべえと思うんですけど。俺口の中に水入った状態で歌ったことあるそうそうそうで、なんかジンボちゃんがもちろんジンボちゃんの方に僕の音が行ったりするんで、ジンボちゃんが始めたりするんで、一見ジンボちゃんが悪いように聞こえるんですけど、ジンボちゃんが悪者みたいな、ね、そうなんですよ、悪いの僕だったりするんで本当申し訳ないなって。いやいや超盛り上がってしまってうもう終わりの時間なんです。本当だ、それで、はい、あまりにも早すぎるので、はい、お二人来週も一緒にやっちゃいますか、付き合っていただこうかと、ぜひぜひ、はい、思っておりますので、じゃあですね、マサと亮太郎にはですね来週も一緒に付き合っていただきたいと思います、はい、はい、ということであっという間の30分でございますけども、ね、いかがでしたでしょうか、はい、ということでね、番組では皆様からのお便りお待ちしておりますということでね、今ツアー回っておりますので、皆さんもぜひ風邪などひかないようにね、気をつけて、手洗いうがい、そしてよく睡眠をとるね、みんなそう、本当に大事ですからね、風邪もう本当流行ってきてるから、乾燥してきますからね。そうなんです、イベント会場にゲホゲホとか来たら俺怒るからね万全できていただきたいと思います、はい、ということで、この番組とはここまでになります、はい、30分のお相手は高橋直澄と、野中雅雄一と、亮太郎でした。はい、ということでまた来週元気にお会いしましょう。せーの、まったねー。初めて出会ったあの場所が壊れるところはまだなんかだって綺麗にラップでくるまれてるから、じゃあ撮りまーそうなんだ、壊れるとこれでも画角入んなくない、ね、もうちょっと寄らないとダメでしょ。あ、2人は入る、どういうこと、半分入らないってこと、あ全然入るよ、全然入る入る、もう今日声も撮ってもらうから。小顔メイクとかします、うるせえそのくだりから取っといてもらっていい、せっかくだったらね、うるせえみたいなね、もったいないからね、怒られ損だもんね。これはどういうあれですか、これは番組が、番組のさっきの本編30分喋ったやつは、動画ではなく、はいはい、音声だけ、はい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 、であと写真、さっき撮ってたやつ写真で
見る動画なんだけど、はいはい、だからラジオよりラジオに近く撮るんだけど、その後に、はいはい、今まではやってないんだけど普通の番組の時は、はいはい、ちょっといつも喋り足りなかったり盛り上がりすぎて、はいはい、あ、なるほど、ちょっと欲求不満になるので、はい、特典映像的な、特典映像的に動画で撮って最後 5分ぐらいかな、無駄話しようかなっていう、だから何にも決まってない、あ、わかりました、金技研言えてないし金技研ちちん事件こそ言っちゃいけないやつがいっぱいあります、うん、言えないことあったっけ、分かんないですけど、ちん事件、ちん事件ね、今回でもなおさんあんまりちん事件起こしてないんですよね、俺は常に起こんないんじゃない、ん俺はいつも起こってないでしょ、そんなに、ん、多分この辺からもう使えるよねきっとね。じゃあこれパーティー出せって言ってマイクが壊れたりしてもそれだってすごい昔じゃない。オッケーイズムだから、違う、スマイルムーンじゃない、あれオッケーイズムだ、シーンだよ、マサ世代、マサ世代だっけ、シーンじゃなかった、オッケーイズムだよ、オッケーイズムだよ、なんかねみんなで飲み会してたの、オッケーイズムだから、テレビで JB が、あのテレビでやってた、そしたらなんか途中で一回もうダメだみたいになってマントかぶせられて、その後急にそれが演出でパーティー出せっつってバーンって足ついて、はいはい、スプリットするのよ、足スプリットしてスーンって立ち上がるのよ、はい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 、でバーンって曲が決まって、で立ち上がって元気になって歌うみたいなのやってて、はいはいはい、でそれを見た次の時のツアーのそのライブの時に、ナオさんが MC でパーティー出せガーンってやったらマイクガーンってぶつかったらワイヤレス入んなくなってスプリットはしたんだけど、これ手ついちゃってマイクガーンってあれ1本7万すんだよマイク、それは珍事件ということで、千葉県のみなちゃんから今回のライブツアーも急に始まってますけど、いいねこれはね、今回のライブツアーも各地ならではの楽しかったことや珍事件ありそうなのでっていう、ね、ぜひお話聞かせていただけたらと思いますっていう風にね書いてくれてるので、今俺の珍、そうですよね、俺の珍を、珍事件、俺の珍を話しします、俺の珍、俺の珍、りょうたろくんの珍は、りょうたろくんの珍はでもそんなにない気はするんですよね、あれ今回目線下じゃなくてよかったなって褒めたのに急に今目線下だな、おめえ思いのほか緊張してんないや珍事件はでもないですよね、多分僕は珍事件ないと思います、あーそっか、じゃあなんかって思ってるだけかもわかんないです、なかったかな、そうですよね、はい、別にバタフライとかそういうなんかそれ番組の本編でも言ったけどね、永遠と言われ続けるでしょこれあれね、でもね多分直樹でも同じ現象は起こってたはずだからね、まあ、でも聞いたんですよ、あの後楽屋帰って、うん、直樹くんにね、あれってさって何のことか分かった、いや俺も正直ちょっと最初までは分からなかったって言ってたんで結局自分だろうが直樹くんだろうがそうなってるんですよ、もうねえ、なんか本当は直樹引っ掛けてえなって言ってる割に、だから順番上どうしても亮太郎になったりとか多かったよ ね、 たね、当たりを引いたんですね、そうそうそう、はいはい、またかよってね、そう俺らもどっちになるかわからなかったんでみたいな、で亮太郎でも亮太郎くんがあのバタフライになった原因は名前が亮太郎だから語呂が良かったんですね、リョウタロウ、リョウタロウって言いたかったからバタフライ、バタフライのね直ずに合う方なんで、あの時は意図的に楽屋でリョウタロウくんたちがどっちの順番になるかを先にこっそりそうですよね、聞いてきましたもんね、会話で聞いてで、その後メンバーにリョウタロウくん2番目だったとかってでまんまとはめられたわけですね、ありがとうございます、直樹、直樹だと合わないから、ね、そう合わない、合わない、直樹直樹飛べ、飛べない感じになっちゃうまああいつ飛んでねえけどな結果飛べなかったけどな言いたい放題言われたい放題しょうがないですよ、直樹今回はあれなんです、収録の日はとにかく年内、うん、全部 NG というか忙しいということ で、 で、ね、そうなんです、忙しいので今回は欠席なんですよね、なんか今回のこのお二人で終わりなんですけど、うん、まあいない、まあ、せめて話には出してあげようかなっていうところで直樹くんね、でもいい人だって、ね、もう二度と会えないかと思って本当にこれを見たらなんて言うんすかねいやあいつ見ねえわ多分興味ねえからバタフライ出てこねえと同じぐらい興味ねえから悪いやつみたいになっちゃうねいいやつなんですよ、直樹はいいやつですよ、そう、直樹はいいやつです、いいやつですということで、また来週もこの3人でお届けします、見てねー、聞いてねーか何だよ
早く食べろ。